輝ける太陽のごとく。大丈夫、なんとかします。ふっ、そこへ。戦わなければこれで私にもできる。断りの定めるままに、また一つ星が落ちる。光の戦士って大会で決めるのか？ここではそうみたい。クポ、今回の大会とか言ってたよな。ということはこれまでに何度か大会があって優勝したやつが光の戦士になった。そうなる。クポ、そいつらはどこへ行った？選ばれたはずの光の戦士は何をしてる？もちろんカオスと戦いに行った。クポ、そして返り討ちってわけか。理由はともかく、商品が神殿の鍵なら出ないわけにはいかない。クポ、飛び入りが認められるかな。とにかく感じと話す。クポ、勢いをつける。遅いぞ。なんだと。よし、待ちくたびれたぜ。どうした？やっぱりダメだ。待ってる間に傷が開いた。俺のせいかよ。なんと、これはまさに予言通り。よし、君、不戦勝だ。諸君、ついに予言通りの勇者が現れたぞ。不戦勝で優勝した彼こそが誠の英雄、光の戦士だ。光の戦士の予言にはこうある。その者は競い合う同士を誰も傷つけず勝者となった。一度たりとも対戦相手を傷つけることなく不戦勝で優勝した君こそがまさに予言通りの光の戦士だ。
やったね。神殿の鍵かと予言が現実になった。